丹沢山地。丹沢山地は神奈川県北西部に広がる山地。東西約4 0トル、南北約2 0トルに及び、神奈川県の面積の約6分の1を占める。秩父山地等と合わせて関東山地とも呼ばれる。丹沢山地の大部分は山岳公園として丹沢大仙国定公園と神奈川県立丹沢大仙自然公園に指定されている。 最高峰のヒルが竹でも、標高1673メートルと標高では、中級山岳程度であるが、尾根と谷沢がなす地形は複雑である。登山口からの標高差が大きい山が多く、最も一般的な大倉尾根は、標高差1200メートル、地形が複雑なことと、東京都心部から行きやすく登山者から人気がある、ことから、遭難事故もたびたび起きている。 壮年期の山であるが、関東大震災により大量のがれが発生した結果、黒倉川の上流は、不相応に立派な河原を持つ。尾根のうち、つくや尾の原から焼け山、木びが山、姫津つぎ、ひが、竹、丹沢山を経て塔の竹、1491メートルに至る尾根を、主脈、丹沢主脈、ひるが竹から西に向かい、薄す竹、檜の木道丸、犬、 ご指を経て、大室山、1588メートルに至る尾根を、狩猟、丹沢狩猟と称する。大室山は、山梨、神奈川県京城に位置する。この交渉国境尾根は、東は、山梨県道志村の月夜の地区、西は三国山までのことを言い、その尾根は、鹿児坂峠に伸びる。塔の竹から南東に向かって矢光峠に至る尾根を、表尾根と言い、 南下する、大倉尾根と共に、小田急小田原線が開通して、以来、手軽な登山コースとして親しまれている。また、神奈川県相模原市緑区青野原から春脈を登り、袖平山から上の川、関路川に下り、犬、腰路を越え、中川を降り、大滝沢からあぜが丸に上り、交渉国境を,を下って、山中湖畔に至る経路が、東海自然歩道として整備されている。 一般的に中央部の昼が竹を境に交通アクセスが便利で開けている東丹沢と山深く交通アクセスのやや不便な西丹沢の二つに区分される。また、塔の竹井南を表丹沢や南丹沢、丹沢主領以北を北丹沢や裏丹沢と呼ぶこともある。丹沢山地の北東部に宮ヶ瀬湖、宮ヶ瀬ダム、南西部に タンザー湖、ミホダムがある。タンザー山地を構成する岩体の多くは、南の海で1700から1200万年前に、活発だった海底火山の噴出物からできている。1000万年前にはこの岩体の中心に、上昇してきたマグマが貫入し、少しずつ冷えて固まり、西タンザー山地の多くを構成する、石英戦力岩体などとなった。また、このマグマの貫入により、 岩体が大きく盛り上がり、太平洋に浮かぶ火山島、火山島といっても海上に少しを出すくらいの島となった。この火山島が乗っていたフィリピン海プレートが徐々に北上し、500万年前には日本列島と衝突して本州と一体化した。その後、大洋に北上してきた伊豆半島の岩体が100から70万年前にかけて本州と衝突。この圧力によって、 丹沢山地の岩体が隆起し、山地が形成された。現在でも徐々に隆起を続けている。1923年の関東地震、関東大震災やその余震の丹沢地震、M7.3 では1メートル前後の隆起や沈降が起き、山肌も崩壊し荒廃した。丹沢山地は太平洋側の低い山であるが、標高800メートル以上では、 ブナやミズナラを中心にした、落葉公葉樹林が多く見られる。5月中旬から6月上旬にかけては白シオや、東国三蜂蜂の見頃なり、特にヒノキ道丸は登山者で賑わう。8月下旬から9月上旬にかけて、ごく一部の地域に、丹沢山地固有種の相模上老ほトとぎすが咲くが、洞窟によって、個体数が少なくなっている。哺乳類は主に、日本自家、 日本ル、イノシシ、タヌキ、ホンドギツネ、ニホンカモシカ、ツキノワグマなどが生息している。特に、日本ジカの数が増加、環境問題を参照しており、駆除が必要とされているが、一方でツキノワグマは、丹沢山地全域で30頭前後しか生息して、おらず、絶滅の恐れもある。現在深刻化となっているのは、オネスジの森林の立ち枯れで、 丹沢山から昼が竹にかけての稜線上や竜が、馬場付近では、顕著に見られる。この原因は定かではないが、丹沢山地が、都心に近いことから、自動車の排気ガスから来る、光化学オキシダント等の原因が考えられている。その他に、鹿の食害問題がある。昭和20年代後半には、飼料の解禁により、丹沢山地の鹿は、 絶滅寸前となったが、その後保護のため15年間禁漁されたことと、戦後の造林事業により、紅葉樹林が伐採された結果、一時的に背が低い草地が出現し、鹿に多量の植物を供給したことによって、今日では4000頭近くまで増加してしまった。丹沢山地の稜線上では、鹿の食害防止策を至るところに設置して、植生保護がされているほか、 層の少ない時期には、木の皮までも食べるため、幹にネットを張り保護されている木まである。また、山ビルが鹿に付着して、生息範囲を広め、現在問題となっている丹沢の昼増加の一因となった。詳しくは、昼問題を参照。丹沢山地は、古来より信仰の山として知られ、山伏など主験者の修行の場でもあった。山岳や地名には、物価山、京ヶ岳、 ケゴン山、行者が竹、御子と仏山、唐の竹、薬師竹市、昼が竹、母代、法林道、オロンドなど、信仰にちなんだ名前が数多くある。丹沢山地のシンボル的存在である大山は、奈良時代、僧侶弁により、解散されたと伝わり、古くは、雨降山ともいった石八州の雨甘恋の霊場である。山頂に、大山あふり神社。 中腹に、雨降り山大仙寺、大仙不動、ふもと周辺に、日向た薬師がある。江戸時代には信仰の対象としての大仙参りが、盛んとなった。記録によると、大仙参りのための大仙公が江戸を中心に各地に、組織され、登山ができたのは、夏場の短期間かつ許可が必要だったにもかかわらず、一夏に十万人近くもの参拝客があったという。大は、 山頂からの眺望が良く、比較的手軽に登れるため現在も人気があり、登山口である表参道には多くの宿坊と土産物屋が軒を連ねている。現在、丹沢山地は首都圏近郊の山として年間30万人以上の登山者、100万人以上の観光客が訪れる。登山、ハイキング、沢登り、経由釣り、キャンプ、温泉、飯山温泉、 鶴巻温泉等々、レジャーや保養レクリエーションのエリアとして賑わっている。丹沢山地の3名には、レイレイ竹、レイレイ山、レイレイの峰のように、日本語の3名として、一般的なもの以外に、レイレイ丸、レイレイの頭と称するものがあり、以上の分類に当てはまらない3名もある。レイレイ丸には、ヒノキドウ丸、アゼガ、丸、ダイ丸、コマル、 鍋割山の東方などの例がある。例々の頭は、一般的に、沢原島の固有の名称を持たない峰を、沢の名を借りて呼ぶ、本間の塔、本間沢からなど、が、例外もあるようである。以上の分類に当てはまらない三名としては、表尾根の竹の第、二の塔、三の塔、新大日、木の、また大日、大倉尾根の花立、塔の竹から北に日高、 ヒッタカ、龍がバンバ、ヒノキドウマルの北西に、オ光コウ光下、オ光コウゲ、ココウガヒメツグから西に、袖平、風巻、大仙三武山の北に、鍋ベアラシ、ナベワ山の南に栗の木道、宇山ウザ三両のヒノキだけ、ヒノキダッがある。なお、ヒノキボラマルについては、由来の異なる別名、ヒノキドとホラマルとが混合した結果だという説がある。 一般的には、新宿駅より約1時間で着く小田急小田原線の本厚木駅、伊勢原駅、秦野駅、渋沢駅、新松田駅、JR 東海五天場線松田駅などが起点となる。本厚木駅からは1時間に1.2本の割合で、宮ヶ瀬へのバス便が出ており、途中の菅や物価山登山口、三佐寺バス停などが主な登山口となっているほか、本厚木駅、 伊勢原駅から七沢方面へ向かい、そこから入山することもできる。大山へは、伊勢原駅北口から毎時3本運行されており、大山を起点に、七沢温泉や八光峠方面への登山が可能である。秦の駅からは、八光峠へのバスが出ているが、便数が1日2から5往復と少ないため、途中のみの下バス停から徒歩で、柏木林道を登る人も多い。 渋沢駅からは大倉へのバスが、新松田駅からは、西丹沢へのバスが出ている。山中湖へは、静岡県側は、JR 御殿場線御殿場駅、山梨県側は、富士急行線富士山駅からそれぞれバスが出ている。焼山方面へは、JR 横浜線、相模線、京王相模原線の橋本駅や、中央本線相模湖駅からバスに乗車し、一旦3、 駅で、東の港、月夜野行のバスに乗り継ぐか、藤野駅からバスに乗車し山並み温泉で、東のに乗り継ぐことになるが、どちらも本数が非常に少ない。自家用車は、宮ヶ瀬水の里や矢光峠へは普通に通行可能で、その先の富士見橋で左折すると広い駐車場がある、五大峠まで入れる。矢光峠に登る途中で分岐する、氷炭沢林道にはゲートがある。 富士見橋を直進すると殺係を経て、宮ヶ瀬に至るが、途中で分岐する、唐沢林道と、元谷林道にはゲートがある。この元谷林道のゲートから四百メートルほど進むと、塩水林道が分岐する。水無川左岸の指導五十人を、通称戸川林道は、戸沢出会いまで車で入れる。戸沢出会いから、天神尾根か、正次郎尾根を登るのが塔の竹への最短コースとなる。 西山林道、四十八瀬川左岸は二股まで、車で入れるが、未舗装である。現像は竹林道、四十八瀬川右岸は、舗装されていて、表丹沢県民の森まで車で入れる。宿り木方面は、肌の峠林道の分岐まで入れる。肌の峠林道は両端に、ゲートがある。三穂ダムから中川白石谷方面は、陽木沢出会いまで車で入れるが、 東の黒倉林道は小川谷出会いの先、西の四府林道は大又沢の手前にゲートがある。なお、神奈川県自然環境保全センター厚木市ではカラス小山からの眺望をバーチャルリアリティ、VR で疑似体験できる機器を利用できる。登山者や周辺住民に問題視されているのが、昼、山ビルの分布拡大と血を吸われる被害である。特に東丹沢と、 表丹沢で牡蠣に猛威を振るっており、入山すると必ずヒルがつくような地域もある。最近では以前までほとんどヒルが見られなかった西丹沢山域でも少しずつ被害が出始めており、今後はさらに被害域が広がると予想されている。登山道入り口には熊の出没に注意を促す縦札とともにヒルに対する注意や対処なども多く見られる。タッパなどに 昼よけの塩を入れて常備してある場所もある。本来の生息域は山間部のみであったが、すでに愛好群清川村全域及び、秦野市や相模原市など周辺市町村にまで拡大を続けており、農作業中に吸血される被害も多数報告されている。主に野生動物が昼を媒介することが知られている。丹沢では鹿の個体数1500頭が、 目安とされている面積に対し、現在4000頭余りが生息していると推計されており、ヒルの生息地域拡大をもたらしていると考えられる。現在取られている対策の一つに、草刈りによってヒルが嫌う乾燥地帯を作り、生息域拡大の防波堤とするものがある。これは、減少に一定の効果が挙げられているが、根絶するまでには至らず。 有効な決め手は見つかっていない。森林の食害を減らすことを主目的に、鹿の個体数調整が行われており、これも将来は、副次的に平地に近いエリアで昼を減らす、効果期待できる。個人でできる対策は、新たな場合飼い主にならないことである。さらに、遠くへ運ばないためにも、ハイキングに限らず草むらなどに分け入った時は、丹念に靴下や足などに、 ヒルがついていないか確認するとが望ましい。注意していても山ビルは靴の履き口やズボンの裾から容易に内側へ入り込み、また吸血されても痛みをほとんど感じないため、発見が遅れがちである。吸血されると小さな傷口に見合わないほど出血するので、服に出血痕がないかも合わせてみておく。吸血後の治療薬は特になく、 感染症防止のため出血が自然に止まるまで患部を清潔に保つ程度出る。山ビルの防護策や処置は昼のコート同じで良い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。